どうもガマです。ゴーイングメディバル実況パート2やっていきましょう。前回から始めました、こちらの中世開拓シミュレーションゲーム。他の同じようなゲームとの違いは、家をですね、自分の自由に好みのデザインで建てることができると。まあ今建てたのはすごいシンプルなんですけれども、こうやって壁のね、一枚一枚、屋根一つ一つ全部自分で指定して建てることができるということで、例えばこっちの倉庫なんていうのはね、今2階建てにしておりますと。はい、こんな感じでね、はしごがあって。こういうのも簡単に作ることができると、いうことで、アイディア次第でね、いろいろできそうなんで、ちょっと今後ね、面白い形で作っていけたらなと思ってます。さあ、そして前回は、まあ、この家と倉庫を建てた以外に、こちらで畑をですね、開墾して、キャベツを植えました。今まだ春なんだよね。春だから、多分秋とかなのかな、これ収穫できるの、それを待ちたいなと思います。で、あとは狩りをしたりね、どっかにいる狼を手なずけたり、これかな、そうだね、手なずけ中の狼がいたりとかね、こういうことをやって今悠々自適に過ごしているんだけれども、多分これから夏が来る。夏が来るときっと物が腐りやすくなる、高温で。なので研究、このテラフォーミングをしたいね。これやると多分地形をいじることができて、穴を掘って地下を作れる。あとは盛り土ができるとか、そういう風なことができるようになるはずなので、とりあえずこれを研究していきたいなと思います。はい、ということで、やっていきましょう。パート2です。はい、今、料理を作ってますね。何？傷の治療は必要な、ああ、そっかそっか。そうだね、前回ね、ここで芝がですね、イノシシと戦って、やられてしまいましたと。あ、水たまりが今治療してるのか、これ。そしてペットの猫ボゴゴンヌ、癒し担当ですね。はい、傷を治療した。まあこれで近いうちに柴犬は復活するでしょう。さあ、開拓者はまだ3人しかいないので、3人でできることを細々とやっていきたいな、なんだけども、さっき言ったようにこの研究をですね、ちょっとやっていかなきゃいけないと思うのです。で、研究に必要なのが、この年代記なんだな。あ、今水たまりが作り始めたね。年代記が必要なので、これを、あ、でも今30冊あるのか。あ、じゃあ研究しよう。お、なになに？びっくり。物々交換。あ、商人が来たってこと？すごいとこにいる。すごいとこにいた。フロレンシアだって。え、来んのかな？こっちまで。なんか勝手にお前らの方から俺を呼び止めるのみたいな、廃品回収者みたいな感じ。おお、村人以外の人との出会い。おお、いろいろある。あ、すごい、犬とか売ってる。犬欲しいなー。見方がわからん。57金貨の価値があるっつってとか。ヤギ2匹よりも高いんだ。犬、さすが犬。ビートの種欲しいな。これも食べ物だよね、ビートだからね。3、4、5、5個、5個しかないのか。じゃあ5個。2ゴールド分だったらいいんじゃない？焼いた肉を1個提供するよ。はい。キャベツの種も。いいよ。はい。これは、交換成功？下っぽいな。じゃあ早速ビート。あれ？あ、ビート植えらんないのか。わかんないけど、まあいいや。とりあえず、キャベツ畑をもうちょっと広げよう。まあ、大した量ないけどね。はい。お、水たまりはどんぐりを友達目指すようになった。心地よい会話。あ、こういうのもあるんだ。ちゃんと交流がある。関係性、あ、社交欲求。あ、すごい。どんぐり、68。すごー。あ、芝もどんぐりを友達見出すようになったって。いいね。そうだね。3人しかいないから仲良くやっていこう。お、また、柴犬が行きました。狼を手なずけに行きました。さあ、どうだい？ほら、見なさい。美味しいご飯があるよ。お、成功。まだ時間かかんだよねー。 28% だもんね。まだだな。すげえ時間かかるな、これ。多分でもこれね、手なずけるごとに経験値が上がってっからね、より効率的にはなると思うんだよな、きっと。あ、キャベツとビート、ここで選べんのか。じゃあビート畑もここに作りましょうか。もう大した量ないんだよな、こんな感じ。あ、そしてどんぐりがヤギの乳搾りしてるね。へえ。おー、栄養12だ。結構あるね。あれ、年代記46あるのに、テラフォーミングは解放できないの、これなんでだ。あ、使い切ったもの、もう過去の研究で使ったものも消えずに残るんだ。それが25個あるってこと。おーっと。
じゃあティラフォーミングまだだいぶ時間かかるな。あと24冊作んなきゃいけないのか。あー、チャンス系失敗した。反撃、あ、嘘反撃された。手なずけしようとしただけなのに。あー、ちょ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 、やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、ひどいやあー、引っ掛け傷を足と顔に引っ掛け傷が。ありがとうどんぐり、ごめんな、いつも怪我してきちゃって。研究用の作業台もう一個作るか。これで年代機たくさん作ろう。うらー、おいのこたき、おいのこたき。はい、あーと、そうだ、敵が攻めてくるゲームなんで、こういう強壁とか不意の罠、こういうのが必要かもしれないね。不意の罠作っとく。ちょっとどっから来るか分かんないけど、適当に引っかかるかな。なんか自分たちも引っかかることあるらしいから、そんなにガッツンガッツンはいけないな。あ、なるほど、落ち葉で隠してるけど落とし穴になって、そこに尖った枝があると。みんな落ちんなよ。なんか芝居の落ちそうだよなそういうキャラだよなお前。3人とも機嫌はそんな悪くないね。うん、これ機嫌ゼロになっちゃうと村を出てっちゃうらしいから、ちょっと気にしなきゃいけない。で、この初期段階の楽天主義っていうのがあるね。これで25の補正がついてるんだ。多分後から来た、これから来るであろう村人にはついてないんだろうな。よっしゃ、テラフォーミングいける、いきます、解放、やったー。お、土、砂ぼこりを使って、あ、盛り土をするってことかこれ。で、坂、あーあああ、なるほどね。あれ、掘るのはどうすればいいのこれ。あ、採掘でやるのかなこれ、もしかして。ああ、なるほど、理解理解。よし、じゃあ地下を掘ろう。ここら辺かな、この辺りに地下を掘ろうか。お、水たまり、ミジンコが掘り始めた。時間かかるこれ。あー、そこそこかかるね。おー、穴開いた、なるほど。で、これが砂ぼこり、はいはいはい。砂ぼこりっていうとなんかめちゃめちゃ少なそうだけど、ちょっとお肉が減ってきたので、コロウさん、トムにコロウさんに狩りに行ってもらおうかな。この人が一番射手スキルがね、遠距離攻撃のスキルが高いから。あれ、柴犬が行ったな、おかしいな。なんかあんまりうまくいってない気がする。お、何、新しい移住者、救済、火事場泥棒、初めのうち錯乱しているようだったサイモンは恐怖に包まれていた。その鞭で撃たれた跡が残る正気のない姿からは、残忍な主人に鎖でつながれ激しく虐待されていたのだろうと容易に推測できた。お願いだ、かくまってくれ、捕まったら殺せてしまうとサイモンは懇願した。お、二択、開拓者たちは扉をピシャリと閉め、サイモンを外に閉め出した。一人閉め出しちゃうと機嫌マイナス。近所の山の住人たちは彼を助けることに決めた。数日後の収益に備えようだって。え、弓使いと強奪者、いや、やろうやろう。ちょっと3人じゃね、不足気味だったんだよ。4人で頑張っていこう。はい、うわー、おお、来た来た来た、サイモン。あー、22時間後にやってくるぞ、弓使いと強奪者、合計3人。なんか弓は高いとこから撃つといいよってチュートリアルに書いてあったから、ちょっとなんか拡張する、倉庫の2階とか作る、ここにベランダみたいなの、こんな感じでこう作って、ここに扉つけるでしょ。で、木の胸壁、こういう風に置けばいいんじゃないの。うん、いいと思います。おお、サイモンよろしく。あー、傷を受けてますね。胸の打撲と胸の軽い傷。あ、いかん、藁のベッドを作る前に寝てしまった。サイモンは、あ、いた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 、ヤギと一緒に力尽きてますね。お、7日間生き延びました。おお、すげえ血出てるぞ、おい、ドリンクバーみたいに出てるけど大丈夫かな。あー、これ出血マークか。あー、すごい、血液減ってる。時間経てば止まんないかな。あ、よかったよかった、はいはい、ベッドがあれば治療ができるんだ。いや、失敗しとるわ、柴犬はい、オッケー、よかった、これで血止まったね。
あ、はいはい、いい感じに掘ったね。真ん中一個残ってるのはこれ下に行けないからか。ってことはここに多分階段じゃないや、坂を作ってあげればいいのかな。階段でもいいのかね。木のはしご、あ、先にでも床かな。床をこんな感じで覆うように作ってあげると。おっと、そうしてる間に来るぞ捜索隊。みんな戦闘準備につこうか。これ初めてなんだけど、戦闘さ、勝手にこの上とか来てくれんのかな。この後、あー来た来た来た、凶暴な略奪者たち。そのけだものは穏やかに、しかし脅すように話した。サイモンはこちらのものだ。その奴隷を渡さなきゃ痛い目を見ることになるぞと。彼らはものすごい剣幕だった。痛みを見ることになるぞってなかなか言わないよな。要求を突っぱねると戦闘、あ、機嫌がプラスなる。降伏してサイモンを引き渡すと、うん、機嫌マイナスなるとかもしれない。うん、いや、もう僕らは仲間だから、突っぱねるか、戦ってみようか。行きましょう。来ました、オシータ、ラウフ、オスフラム。弓持ってるのは芝とどんぐりか。芝どんぐりはここだな。ここ？ここから攻撃できるか。で、こちらの水たまりとサイモンは、直接攻撃用の武器を持ってるので、はい、この辺りで待機。来た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 。一人弓使いがいるからな、ちょっとこれだけ心配。来たぞ、撃て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 。あ、撃てないこれもしかして。あ、ちょっと待って撃ってほしいんだけどな。攻撃を指示。あ、芝は届くね。おー、いいぞ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 。頑張れサイモン、頑張れサイモン。先に押しいたか、こいつだな。押しいた、やっちゃえやっちゃえ。よし倒した倒した、いいぞサイモン、頑張れ。逃げてくか。あ、どんぐり大丈夫か。殴ったどんぐり強いな。で、ミジンコは弓使いやろう。うわ、水溜り大丈夫か。がっつり食らったぞ。危ない危ない危ない。あ、いかん、気絶してるマジで。あー、痛そう。頬に穴開いてんじゃん、やばい。芝は何やってんのそこでお前止まってない、なんか、なんかバグってない、止まってるよこいつ。攻撃攻撃。あー、あ、サイモン死んだ、サイモン気絶した。幸いにも開拓者たちは全員生存していた。襲撃中に敵が2人死んだ。敵に攻撃を数多く当てた水溜りミジンコは最も勇敢な開拓者だった。敵から最もダメージを受けたサイモン・ペインは近所の山の防衛だけに集中していた。あ、大丈夫ね。敗北って書いてあるけども、勝った、退けたってことでいいね。近所の山守りきったぞ。危ねえ、すっぽんぽんやけど。あー、サイモン気絶しちゃった。あれ？ちょっと待って、もう一人。あー、いたいたいた。逃げてった、オスフラム。とりあえずちょっとなんとかしないとこれ。召集解除すればいいのかな。あ、やってやってやってる。水たまりも出血してっからね、ミジンコ。うわー、結構えぐい戦いだったね。敵が結構装備してたからね、しっかり。オッケー、とりあえず傷治療して、あー、担いでったね。いやー、怖っ。すごいスプリンクラーみたいに血が出てるけどブシャーってそんな出る。あー、危なかった。いやー、でもよかった、なんとか生き延びたね。あー、とかこれこれどうすればいいのこれ。強奪者、あ、美霊値がすごい下がるんだ。なるほど、確かなんかあるような美霊値って、これか。うーわ、死体があるとこだけえっぐいぐらい下がってる。そういうことね。まあもうあれじゃないですかね、もうさばいちゃえばいいんじゃないですかね新鮮なうちにさ、ちょっとこうスパスパッとやっちゃいましょう。で、あれだね、年代記がすごいいっぱい溜まってる。これが圧迫してるんだよ倉庫で。確か研究で家具、この中に本棚っていうのがあるのさ。ここに多分本をしまっておけるから、これちょっと開放しちゃおうか。はい、で、壁に設置をすると、うん、いいんじゃない。で、地下空間を備蓄場に設定をすると、
標準の備蓄場に、標準、名前変えようか。地下倉庫。で、食料だけ。食料と死体もか。死体も運ぼうか。死体も。はい、この2つを、運んでいきます。腐らないようにね。サイモンも名前変えてあげようか。ね、我らの村の一員になったことだし。すごい、たくましい名前に変えてやる。ペインの方は変えれないのか。サイモンは変えれるけど。じゃあポンポンペインにしようか。ずっとお腹痛い。ポンポンペインなんです。めちゃめちゃ弱い名前になっちゃった。そして本棚もできたね。うん、いいじゃんいいじゃん。ここだけで75冊。お、待って、ヤギのマクシーは次を出産しました。チェリー、あ、すごい、子ヤギが生まれた。あ、かわいい。うわー、いいね。産みを増やせよう。収穫してる、これもしかして。あ、すごい。おお、キャベツだ、やったー。え、嬉しい。あー、みんなで畑仕事、いいっすねー。キャベツとビートか。やっぱ農業はね、大事大事。あー、で、あれだね、キャベツの種がまた収穫できてるね。収穫した先から、多分またこれ植えてるんだな。あと、スケジュールも指定できるんだけど、睡眠時間が今何時間？ 7 時間も寝てんの？そんないらないよ。ちょっと朝早く起きなさいよ。労働、労働、はい、労働時間。自由時間も指定できるんだね。あ、指定しないっていうのもあるか。うん、指定しないわ。各自に任せます。みんなが休みたいと思ったら休めばいいし。うん、でも周りのみんなは働いてるかもしれないよ。やだね。さあ、研究をしようかな。石材加工か粘土レンガ製作。石材加工だと、あ、石工の作業台か。おー、あ、いいじゃない。これ建築、解放しようか。おい、じゃあ石工の作業台、ここら辺に行きましょうか。うん。これも多分雨降っちゃうと、あんま良くないだろうな。木の壁、木の床を。はい。また屋根つけよう。OK！ 完成！これで、地下倉庫が出来上がりましたが、どう、死体が怖い。どうですか？あ、5.2 度。うん。いい感じなのかな、これ。外は20度とかあるからね、ここら辺。そう考えれば、だいぶひんやりしてるよ。あ、でもやっぱり腐るは腐るんだな。24日で生肉が腐るって。本当はここに蓋つけたいんだけどね。はしごのところにさ。蓋みたいのってないんだっけ？そのうちアンロックできる感じかな。はい、そして、石工の作業台完成。これは石灰石レンガ。あー、なんか便利な道具とか作れるわけじゃないのか。石灰石なんてないぞ。どこにあるんだ、石灰石って。あ、岩だらけの土、こっから石灰石取れるわ。ふーん、あ、なるほどね。なんか結構いろいろあるんだな。ここは粘土工場だって。ここは鉄灰。鉄だ、鉄。すげえ。いや、じゃあちょっとここら辺から石灰石取ろうか、掘ろうか。なんか石、なんですかね。何ができるかわかんないけど。とりあえずやっていこう。おー、やってるやってる。へえ、あ、やっぱ硬いんだ。すぐ掘れないもんね。ちょっと、家広げよっかな。あのさ、これ欲しいんだよね。バックギャモンテーブル。こういうちょっとエンターテイメントもね、あるといいと思うんだ。というわけで、作ります。ん？屋根が作れないの？これなんでだ？屋根を乗せられる支点が2つ以上必要だ。なるほど。ここにこうやって梁を作ってあげればいいのかな？はい。こんな感じで、梁出して、あ、行った行った行った。なるほど。これでいけんのか。で、そこにバックギャモンテーブルを置きます。ポンポンめっちゃ頑張ってるのはいいんだけどさ、そっから出てこれる？え、出てこれないよね。どうお考えですか？あ、すごい、寝た。マジか、お前。ね、はしごとか作ってあげなきゃいけないってことだよね。ちょっとアホすぎないかな。おーし。よかった。これで帰れるぞ。あ、よかった。ポンポンペイン。よかったねー。なんでお前そこで落ちた。さあ、で、これで、
石灰石レンガが作れるようになったということですね。わかんないけど、とりあえず30個ぐらい作っとこうか。あ、すごい、やってるやってる。ポンポンペインが、バックギャモン。一人バックギャモン。ちょっとルールわかんないけど、これ一人でできるもんなの。あ、すごい、娯楽活動増えてる。おー、今までゼロだったんだけどね。増えましたよ、嬉しい。この食料と死体が一緒くたに管理されちゃうの嫌だな、ちょっとこれ。一応ね、あれなんですよ。この薪の山があると、仮装できるんだよね。それか、墓？それでもいいんだけどね。まあでもできればこう、美味しく食べてあげることも供養なのかと思ってんだけど、なかなかやってくんないな。あ、待って、資源不足で出てるよ、生産級。あ、ダメなのかな、もしかして。あ、いけるいけるいける。敵の死体、なるほど、生肉にするものチェック入れるのか。チェックしてみる。なんかすごい機嫌とかに影響がありそうな気がしないでもないが、やってみましょうか。さばいたー。あ、今なんか良くないマーク出たね。人間を解体した、機嫌悪くなるんだ。あー、やっぱそうなんだ。オッケー、わかった。まあ今は食料にも困ってないから仮装しましょう。仮装場、仮装場なんかちょっと遠いところにね、ここら辺に。はい。お、夏が来ました。祝福のぬくもりように夏が訪れ、開拓者たちは厚手の服を脱いだ。地下に貯蔵場所を作り、照りつける暑さの下でも食料が鮮度を保てるようにしよう。はい、もう作っておりますよ。バッチリですよ。そして、薪の山、火葬場が出来上がりましたかね。できたね。さあ、ここで、死体を焼くと。おー、すごい、早くない？あっという間に焼けるな。あ、違う、今のはセッティングか。これで今仮装中だ。はあ。そうだ。最後に、ちょっと次回の収益に備えて、なんか塔を作りたいな。例えばさ、こうやって柱を三段重ねにして、そこに木の床を、あれ？びっくりマーク出たな。これなんだっけ？ああ、届かない位置にあるか。なるほど。これはまあ、あれだ、はしごをつければいいからね。オッケー。こうすれば、かなり遠くまで、おー、すごい！こんな遠くまで、矢が届くと。いいね。いいよ。で、あとはもう一個これを、こっちはカバーできてるから、こっち側に作れば、ベストなんじゃないかな？はい。ということで、じゃあ、今回ここまでですかね。今回は仲間が一人増えました。サイモン・ペイン改めポンポン・ペイン、そしてそれを取り戻しに来た収益者と初めてのバトルをやりまして、辛くも撃退しましたと。で、はい、仮装も完了して、多分これが灰なんだろうね。灰も多分なんかいろいろ使い道あるんだろうな。で、地下の貯蔵庫も今回作りまして、あ、いいですね。ボゴンヌがご飯に囲まれながら寝てますね。はい、いろいろ作ることができましたと。素晴らしい。スクリーンショットモードで見てます。ああ、いいですね。これで見るとちょっといい感じじゃない？ちゃんと集落っていう感じになるよね。いいですね。楽しい。はい。ということですね。また次回も、やっていきたいと思います。次回は夏本番になってくるので、ちょっとね、熱波とか来るのかわかんないですけども、なんとか暑さしのいでいきましょう。なんかあれだね、現実とリンクするところがあるね。で、研究も進めてね、いろいろ今はできないことも新しくやっていけたらなと思います。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。